Mad Cafe Garden presents Sticky Style。舞い上がれ桜の雨、長くなびくおぼろ雲へ、この気持ちも共に。こんにちは、マグカフェアットガーデンのキロです。素敵スタイル、この番組は素敵な人たちとの出会いやインタビュー、トークを通じて素敵な時間をお届けできればと思っています。最後までごゆっくりお楽しみください。東京、私がいる東京はですね、あったかい、まあでもちょっと夜は寒いかなって感じなんですけど、ようやっとあったかくなってきまして、皆さんが住む街はいかがお過ごしでしょうか。さて、最初のコーナーは The Voice From です。今日は香川県高松からコワーキングスペースガイニーを運営しているフロめぐみさんからの声をお届けしましょう。フロさん、 FM ギノワン、マグカフェアットガーデン素敵スタイルをお聞きの皆様、こんにちは。香川県高松市でコワーキングスペースガイニーを運営していますフロめぐみです。コワーキングとは、子、一緒にと、ワーキング、働くという意味を合わせてコワーキング。アイデアや情報、技術などを共有することにより、相乗効果を生み出そうとする新しい働き方のことです。コワーキングスペースガイニーは、その空間を提供しています。詳しくは、高松ガイニーでインターネット検索をしてみてくださいね。実は、私は、今から約35年前、1987年、昭和62年沖縄で開催されました第42回大会開放国体でバスケットボールの選手としてギノワン市で滞在させていただいたことがあります。あの頃お世話になった皆様、お元気にされていらっしゃいますでしょうか。沖縄の海の美しさは今でもはっきりと覚えています。私たちも瀬戸内海という穏やかで美しい海の恩恵をたくさん受けて生活をしていますので、今日はここ香川県から瀬戸内の海の魅力について情報をお届けします。沖縄の気候は暖かく、ほとんど夏というイメージがあるのですが、香川県も温暖なイメージがあるとは思うんですけども、雪こそは滅多に降らないまでも、春夏秋冬の四季がはっきりとあります。季節によって瀬戸内海で獲れる海の幸もいろいろありますよ。瀬戸内海で獲れるお魚は主に小魚が多く、とっても美味しいんですよね。春には桜鯛やヘバル、サワラが獲れ、夏にはアジやチリメンが上がり、秋はヒラメ、冬はまた鯛が釣れます。このように私は瀬戸内海がベタなぎの時に釣れるお魚をたくさんいただいて生きています。そして今日のお知らせは、こちらのラジオにご縁をいただきましたマグカフェアットガーデンのキロさんと、音楽プロデューサーの岩戸隆さんのお力をお借りしまして、月の夜にありがとうという曲をですね、去年の10月にリリースしたよっていうお知らせです。リリースするにあたりまして、キューバというね、ボーカルとギターユニットガイニーのメンバーさんと組んだんですが、レーベルも立ち上げることとなりまして、そのレーベル名がベターナギーレコーズと言います。そう、瀬戸内のベタナギから恩恵をたくさん受けさせていただいているので、ベターナギレコーズというレーベル名になりました。今ね、後ろにかかっている曲がそうなんですけども、こちらの楽曲は Amazon や各種配信サービスなどでお聴きいただくことができます。ユニット名がキューパ、曲名が月の夜にありがとう。ぜひ検索してたくさん聴いてください。よろしくお願いします。それではまた、ほんだらのバイバイ。これからの時期はですね、5月に、サワラが高松は解禁されるということで、釣りたてはお刺身で食べたりするんですって。うらやましい。お魚、美味しいお魚食べに行ってみたいなと思いました。ありがとうございました。ではこれからはインタビューのコーナーです。今日はですね、私の最新アルバム桜のジャケットを描いてくださっています、イラストレーターの日畑奈々子さんと一緒にギャラリーカフェからお届けしようと思います。お聞きください。はい、ということで、素敵スタイルゲストに日畑奈々子さんに来ていただきまして、今日はありがとうございます。ありがとうございます。今日来ていただいたのはこちらはカフェになります。お、ちょうど料理が来た。いただきます。ありがとうございます。すごい。
すごいタイミングで来たよ。ね、すごいこれ見てみて。今日はですね、ワカフェのお店に来てます。キャンティックマニスというお店に今日は来て、米粉スイーツを有名なとこなんだよね。すごいパンケーキの種類とアイスクリームの種類が選べてすごい多かったですね。プレーンから 1,2,3,4,5,6,7,8 種類のパンケーキで、これが米粉で、でアイスクリームが 1,2,3,4,5,6,7,8 種類から選べて、ドリンクがついてくる、うんうん、米粉の桜型スフレパンケーキで、そんな横浜中華街にあるお店、キャンティックマニスさんから来てます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。でお部屋もね、こうやって絵がいっぱい飾ってあって、うん、なんとギャラリーになってるんだね、うんうん、でそこで私たちがね、5月の1日からギャラリーをやるということで、はいはい、今日はイラストレーターの日畑さんと一緒にできればなと思ってます。はい、ちょっと温かいうちにいただいちゃおう。はい、いただきます。どうぞ。なあ、うん、ちょっと食べたことない感じですね。そう、食感おいしい。ほの、うん、ふわふわ。私が米粉の、米粉のふわふわ感がある感じ、うん、はい、おいしい。そんな日畑さんがパンケーキを食べながら何してる人かというと、うん、一番新しい本だと宮下なつさんのつぼみという小説の表紙を今書かれてます。はい、はい、宮下なつさん、かわいい。これ後ろがさ、うん、濃い青色で、で表紙になっ、表紙はそこに、これは少女ですか、はい、少女です。お話の中に出てくるヒロインで、短編集なのでいろんなお話が入ってるんですけど、うんうん、その中の一つのお話で、高校生の女の子なんだけど、ちょっとね、ちょっと幼く見える、性格もね、すごい天真爛漫な女の子なんですよ。でその女の子、白いワンピースを着た女、高校生の女の子が、うん、こう花を持っているというかっていう表紙になってます。ちなみにこれは油絵じゃないや、絵の具、はい、何で描かれたんですか。アクリル絵の具で描いています。林真理子さんの表紙の本もやられてました。はい、これは私がスポットライト、林真理子さんの書籍の表紙ですね、うんうん、ブラシャから出てる、これもだからそのアクリル絵の具ではないですか。そうですね、これもデジタルではない頃で、うーん、絵の具で描きました。ちなみにこの本は真っ白い背景に、はい、これは高校生ですか。これはですね、中学生ですね。中学生の女の子が、自分は何の取り柄もないって思っている女の子が主人公で、でもこうその中で自分の好きなこと、できることは何だろうっていうふうに考えていく物語で、そうですね、今の中学生、思春期、いろいろ難しいですけど、こう学校行くとスクールカーストみたいな、いろんな、何ですかね、こう階級みたいな感じの環境に置かれてしまったり、そういう人間関係の難しさなんかもこう繊細に表現されている物語ですね。言い忘れてましたけど、これ児童書なんですよ。だから小学校の高学年ぐらいから読んでも理解できるし面白い。そうなんだ。私てっきり林真理子さんっていう作者のイメージで勝手に大人向けの本だと思ってたけど、うんそうですよね、全然読めるんだね。ね、林さんは大人向けのが多いですけど、児童書も素晴らしいのでぜひ読んでいただきたいですね。いわゆる中学生とかのこの学生服、うんうん、制服を着た女の子が写ってて、そこに、はい、ピンクの文字と黒の文字で私のスポットライトというタイトルが入っている。 この女の子の絵を描いてくださいって言われたんですか、うん、表紙は。そうですね、そうそう、女の子、やっぱり主人公を描いてくださいというオファーだったので描いてます。なんかさっきちょっとあらすじ教えていただいたけど、うん、そのなんかちょっと悩んでる主人公の、ちょっと、うん、なんだろう、悩んでるっていうよりかはちょっとなんか、はい、その思春期っぽさの、うん、ならではの考え事してる感じの表紙というか、なんかその言われてみればこのその話の導入につながる表紙なんだなっていうのが分かる女、うん、女の子の
構図になってますね。なんかそうですね、このポーズとか、うん、あの目線とか顔の表情ですね、いつも気をつけてるのがその人物の心情を表すのはどういう感じかっていうのをすごく何枚も何枚もラフを書いて、うんうん、ラフ書きはもう30枚以上か中から選んでっている感じですかね。そうやって書いていくんだね。わかりました。樋本さんというとこう人、特に女性が多いかな、女の子、お姉さんみたいな人が多いイメージなんですけど、 そうですね、そのテーマになっていってる理由は何だと思いますか、うん、自分で好きなんですか、それともなんかね、なんか好きなんでしょうね、やっぱりあのちっちゃい頃、小学生とかの時に、うん、あのまあ、小学生、幼稚園とかの時に、うん、あのお姫様と か書かなかったですか書いて、ね、それのね、なんか延長なのかな、もう女の子描いてると楽しくてしょうがないみたいな感じでずっと絵を描いてきて、うん、でもなんか嫌いなものは描きたくないんですよね大事だ大事そうだからで、イラストの学校に行ってる時もじゃあもう人物だけ描いて、うん、あのそれを磨いていきましょうみたいな先生の話だったかなと思います。ちなみに学校に入った後にこのいわゆる書籍デビューってことになるんですか、うん、あそうです、あのイラストレーション青山塾っていうあのイラストの学校がですね青山の方にあるんですけど、うん、ね、そこで何年かな、 数年以上1週間に1回とか通って、うん、でイラストレーターになるべく、うん、いろんなことを学んでから、そこでですね、そこで鈴木誠一さんっていうあの装丁家の方、デザイナーですね、ブックデザイナーの方にあの絵を見ていただいた時に、あのじゃあ今度一緒にお仕事しましょうっていう話になり、それがあの初めての書籍の仕事でしたね。初めての書籍はどんな、はい、あさっきのですね、うん、あの宮下夏さん、こちらの絵ですね、単行本第1作目のスコーレナンバー4っていうあの結構売れたと言われてる本があるんですけど、うん、それを、その絵を担当しています。スコーレナンバー4とこのつぼみっていう、うん、もう10年ですね、10年経ってますその2作の間は。すごいじゃん。なのでこうやってこう思い出していただいて、またお仕事ができるのはすごく嬉しいことです。確かに、はい、私もあれ分かる。でも樋本さん、はい、他の私あまりイラストレーターの知り合いがいないからだけど、はい、私最初そのイラストレーターファイルっていう雑誌で樋本さんの絵を見て、私がアーティスト写真プロフィール写真を撮らない主義だったので、うんうん、それをあの代わりに描いてもらおうということで樋本さんにオファーしたのが最初で、うん、それからもう10年ぐらい経って私が10周年のアルバムを出すって時に思い出すのね、やっぱりあの絵もう一回描いてもらいたいなって思って、で今回樋本さんちょっと手伝ってよって言ってね、絵描いてたくさん描いてもらいましたね、表紙と、はい、あのブックレットの中と、であとラジオドラマとね音楽のアルバムになってたので、そのラジオドラマのこう挿絵になるようなものをね鉛筆でも描いていただいて、はい、素敵な絵をありがとうございました。いえいえこちらこそ。じゃあここで、一曲を聴きいただこうと思うんですけど、はい、その新しいアルバム、私の桜というアルバムの兄弟曲になっている日だまりと琥珀と、はい、これあの YouTube だと PV が流れてて、それがね前編樋本さんが描いてくれた絵の、うんうん、あのなんていうの、絵がアニメーションちょっとねゆらゆら動きめくような、うん、そういう絵になってます。男の人と女の人、はい、いわゆるラジオドラマの中の主人公とお相手役の2人が写ってるんですけど、はい、ちょっとそれも見ていただこうと思います。はい、聞いてください。日だまりと琥珀と。
そんな日畑さんが最近新しい試みをしてるっていうことで、はい、イラストの方は今どんな、ですね、前は絵の具でばっかり描いてたんですけど、こちらはですね iPad でデジタルで描いたものを、今紙にプリントして、それ自体をこう作品として扱おうっていう試みをしてます。今まではアクリル絵の具で描いてたんだけど、今回これもじゃあ1からデジタルで描いてるんですか、そうですね、ちなみに、ピンク色の T シャツを着た、一つにまとめて三つ編みになってる女の子の後ろ姿ですね、これ1から描いてんだ。1からデジタルで描いてます。どう？そうですね、私から見るとやっぱり絵の具の質感は絵の具でしか出せないなって思うんですよ、これ見てても、やっぱりデジタルの、こうアクリル絵の具っていうツールを使っても、やっぱり本物のアクリル絵の具みたいには乗らないので。でもこれはじゃあ、そこを目指してはいたのか、再現しよう、今回のこのピンクの T シャツの女の子は、そうです、アナログで描いてるのと同じような表現を目指してたんですけど、でもこれはこれでまた違った趣があるので、前はねもう絵の具じゃなきゃ絶対ダメだみたいな、ちょっとわかる感じがあったんですけど、ね、なりそうなりがち、でももう最近何でもいいんじゃないかって いろんなことに関してすごい思うようになって、そうですね、心理的なそういうものの現れもあるかもしれないですね。ちなみに今の絵は、今度の5月1日からの私と日畑さんの2人展で展示予定、今度 その5月1日からの2人展では、絵だけじゃなくって、アクセサリーの試みもやってると、立体の試みもやってるって聞いた。そうなんです、最近ですねキビピエニというアクセサリー、天然石を使ったアクセサリーを作り始めまして、アクセサリー の、そのオンラインショップ、アクセサリーのお店なんですけど、実は私一人じゃなくてもう一人同じ思い の女性と一緒に二人でやっているお店なので、今日つけてる耳のやつもそうなんですよね、そうです、左耳にストロベリークォーツっていう石がついてます。あーかわいい、イチゴみたいな形が、色はイチゴみたいな色だけど、形はなんていうの、カットは結構つるっとしたカットじゃなくて、細かくなんていうの切られてる。そうです、トライアングルカットっていうカットをした天然石を、石の展示会とかで買い付けてきて、作ってます。なんでアクセサリー作り始めようとしたの？あ、さっきもね、なんかデジタル画のことでちょっと言ったんですけど、なんかこうこうじゃなきゃいけないっていうとらわれが、なんでしょうね、子育てを何年かしてきて、いろいろなんだろう、外れてきたんですよね、固定概念みたいなのが。でやりたいこと何でもやっていいんじゃないかって思うようになって、もうイラストだけで食べていかなきゃとかそういうんじゃなくって、アクセサリー作りたければ作ったっていいし、歌をね、歌いたかったら歌ってもいいしね、もちろんです、歌わないけどね、あ、歌はね。そうですね、これからね、自分が何をしていくかとか全然分かってないんですよ、実は。そうだよね、でも今の話だと、その道は無限大なわけだから、そうやりたいことやればいいよね、確かにね。最近はまた新しい試み、さらにさらにで、育児漫画描いてるんだっけ？そうなんです、育児漫画はね、新しいというか、何年になるかな、もう気がつけば6年ぐらいやってます。娘が3歳ぐらいの時に、5歳ぐらいの時になんとなく描き始めて、
それがね、あの書いててもうバカバカしくて面白いんですよ、うん、なんでこんな子供ってなんでこんなことするんだろうっていうことを漫画に書いてすると、うん、なんかこうそれをアメブロに載せてアップすると、うん、うちもですとか、うん、あ同じことしてますとか、うん、なんかすごい知らない人と会話が、そうですね、コミュニケーションが取れてるんだ。ママも自分だけじゃない、そうそうそう、こんなね、大変というかこんなアホなことがありましたみたいなことを書いても、うん、分かるみたいな雰囲気がね、あって、うん、あるある、うん、それが新鮮で、うん、何のね仕事にもならないんですけど、それは書き続けてることの一種です。いい、ノートとアメブロね。タイトル、漫画のタイトルは何なんですか？うん、漫画のタイトルはですね、うん、スクスクカフェです。クックスクカフェね、はい、多彩だな。でもいやね、いろいろやりたい人なのかもしれないですね。そうなのね、そう言われてるね。ちなみに今後は、最後に今後はどんなことをやっていきたいとかありますか？はい、今後はですね、うん、これをっていうのは実はなくて、うん、今やってることをこう毎日少しずつ続けられたらもう最高だなって思いますね。というわけで今日はイラストレーターの日畑奈々子さんとお届けしました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。エンディングです。ということで、今日インタビュー一緒にしたイラストレーターの日畑奈々子さんと5月1日から15日までの間ですね、横浜中華街にあるカフェチャンティックマニスさんでギャラリーをやります。2人展です。スケッチを始めてまだ2年ぐらいしか経ってないんですけど、ちょっと精一杯のものを飾りたいと思ってます。ぜひ見に来てください。そしてそのギャラリーについての詳細とか、あとは、この番組へのお便りのメールフォームは私のホームページにあります。マグカフェアットガーデンで検索してください。カタカナでもいいし、アルファベットだったら MAGCAFE アットガーデンです。来週はなんと私、沖縄のそちらの宜野湾に行っちゃいますよ。マグカフェアットガーデンのキロでした。バイバイ。